つながれ、アトリズムっていうのも、こっちがコントロールする中で戦えたんじゃないかなと思うんですけど、後半の立ち上がりの失点がまず痛かったっていうのと、あとその後ちょっとこう急ぎすぎちゃったりとか焦りが出てしまった、あの時間帯で相手の流れを持って、その流れを食い止める、変える、そういう力がまだうちらにはなかったんだなっていう、そういうふうに思いました。